はい、横田さん。はい、こんにちは。はい、小倉さん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。今年こそよろしくお願いします今年こそ、いや、もう小倉さんのおかげでですね、もうここで、あの夏場ですかね、はい、あの時にここで1年ちょっと前ですね。はい、1年ちょっと前、はい、ここで前教えていただいて、そのゆるゆるグリップ、はい、これがもう本当何を考えるにもそれがもうベースになりまして、はいはい、ありがとうございます。もうなんかあのね、あの動画上げてもらってすごい、あのコメントもいただいて、僕もすごい嬉しかったです。大好評で大ヒット動画でございました。もうケッ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 って笑ってるのがもう最高にね、あのコメント聞いたら僕ももう大満足です。反響ありました。はい、ところでどうなの。いや、なんでもうだいぶゴルフが良くなりまして、昨年横田序盤も、もうバーッて地面蹴って飛ばしてたんですけど、もう途中で、ああ奥田さんのゆるゆるを忘れてたって思い出して、はい、僕は大変苦しい1年だったんですけど、大丈夫です。もうあのいい年なんで、ぼちぼちあの完成形にこれを入っていこうと思ってね、はい、この道を一本行くから道になるんです。はなるほどいや、でも本当に、去年ももう終わりの方に奥田さんに、ここのもう2ミリやというのを、やっぱあの物理学研究者といいますか、あのタスクさんが、あ、ね、あのすごい理論派のタスクさんの話を、あの人は すごいわっていう話聞いて、もう切り返しの瞬間がもう一番大事で、その時にもう力んでたらね、そうですね、だこれがここ入るとクラブってこっち倒れるよっていう、まあ、その辺は僕はね、あのちょっとメカに弱いんで、はい、分かんないですけど、でここの切り返し2ミリ大事にしろやって言われて、僕秋口ちょっと成績上がりまして、はあ、シード選手やからね。いやいや、もう本当奥田さんのおかげでなんとか、ちょっと僕が見てもらおうと思って、はい、そんなことはない、いやいやいや、それはないです。まだまだ教わる。で時々こんなとこからパターで打ったりしてるって。いや、もうユーティリティとかなんですよ奥田もう試合になるとやっぱ奥田一問でありながら、はい、ってな奥田一門でありながら、はい、禁断のユーティリティとかパターンになっちゃうんですよ、はい、ね、どっちみち怖がってね、ボギーになるんやったらね、はい、別にダブルボギーでも何でも、まあ、冬場特にチャンスなんですよ、はい、これライが薄いでしょ、そうね、これがもう大体夏場ならちょっとミス失敗するのも3センチぐらい誤差許されるんですけど、はい、冬場になってきたらもうほとんど誤差がね、うん、許されなくなるんで、そうなんですよ、もうこの時期もう本当アウトで、はい、うん、これをね、やり続けるのよ、はい、ずっとそこと向かい合ってやり続けるの、はい、だからなんかこう一般のね、ちょっとこれ打ちますけど、はい、もうこうしてハンドファーストにして、はい、この手首の角度を変えないでね、はい、体重左に置いてこうね、こういうまあ一般的なこう、はい、言われるもうミスが少ないアプローチですよね、はい、こう、はい、こういうのね、はい、こういう打ち方ね、いわゆるのですね、はい、でもこれはね、ちょっと細かいことができない、はい、安全よ、ざっくりもしませんしね、うん、こうしててこのまんまこうボールだけ打っていくの、これ安全ですよ。いや、でも下手そうです、うん、これいいね打ち方でそれをね、下手そうですよ、失敗してやっぱりいいから、はい、これを失敗してもいいから、こうポンといけるようなね、こういう感覚になりたいよね。そうです、もう一つ柔らかくなりますね、やっぱり、はあ、そう球も柔らかくもできるしね、うん、この大きくテイクバック上げると、うん、この音が違うでしょ、すごい、このカポンっていう音がね、カポン、そうするとこう狙ったろかっていう気にもなってくるし、うん、あんなダウンスイングが遅く下ろせないですよ、うん、軽く持ってたらいいだけでね、軽く持ってたらこのボール3センチぐらいあるから、はい、3センチどこに入ってもいいんですよ、はい、これ例えばギューッと握っててね、うん、ボールの赤道あたりをこれ打つとね、これこうトップになるよね、お赤道ぐらいをこれギューッと握っててね、はい、こんな人いるでしょ、はい、いますね、これで これトップですよね、はい、ところがこれを同じとこ打つのにですね、はい、柔らかく持って同じ感覚で打ったらこれはトップにはならない。いい音や。やっぱりクラブがこの振り込んどしますから、はい、ここが手元が少し緩んでるとこっち重たいですから、うん、必ずこの手元が動いてても振り子運動が入るわけですね、はいはい、振り子運動が入ると、はい、これはフェースに乗ってくれるの、はい、うん、でもこれが平行に一緒にガッと動いちゃうと、はい、これはもう振り子運動が入ってないスイングですから、はい、このクラブの特性を生かしてないということです、はいはいはい、だから遊びでも何でもいいから、はい、あのボールの赤道あたりをこう
打っていくようにね、こういう練習をどんどんやっていけば、あ、これでもトップ目ですけど、あれまだなんとかなるんです、はいはい、全然、いや、はい、トップなのに柔らかかったですね、はい、うん、それは軽く持ってるから、軽く持ってるからですよね、そう、だからもうあのざっくりもしますよ、これ、はい、これめっちゃざっくりしますよ、はい、緩く持ってちょっとでもキュッと入ったらもうざっくりしますよ、はい、はい、しますね、します、でもそれをずっとやっていくと、これがゆったりゆったりなんとかなるなあいうのが分かってきます、魔法にしか見えない音がねそうそう本当にまずはね、その狙う前にその音をね、はい、カポンっていう音がするかどうか、カポン、もう吐き気しそうなんですよね、はい、もうこの、もう吐いていいですよ吐いていい吐いていいですか、そう、うん、このタイトリストの3番のとこだけ見て、はい、ポンといけるかです、楽に持ってね、まず楽に持もうちょっと長く持てない、そう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 、長く持つ、嫌がることばっかり言う、そうそうそう、長く持つ、こう楽にそのまま楽に上げてたり、力めっちゃ抜いて、そうそうそう、でこれはねインパクトでこんなぐらいデタラメなダフったでしょ、はい、それでも球見たら、はい、そんなに悪いことになってないんですよ、はい、でも本人はもうやっちゃったと思ってるの、はい、でもあれもっと握ってたらあれの半分もいってないから、そうですね、だから今マシなんですよ、うん、これマシいうのがね、うん、アマチュアの人は許せないのでね、今のあかん言うて、うん、いうことになるわけ、違うね、まあまあやね、まあまあ、うん、私もあれがまあまあと思えればいいんですよ、ね、そう、まあまあと思ったらいい、でそう、楽に上げてそのまんま、そうそうそう、うん、ないですよね、やっぱこう、うん、奥田さんの見た後だから、奥田さんはやっぱこうなんか流れるこう水のようないやいや、そんなことないです、僕らでもよくざっくりするけど、うん、あのずっとやり続けるからね、うん、でグリーンもよく外すし多いのよアプローチする機会が、あ、あ、そうそうそう、そう、ね、今ちょっと必死に必死に力抜いてるけど、うん、まだ入ってますね、もうとにかくね、はい、もうここ見てたらいいですよ、はい、タイトリストを見てたら、はい、こうやってこの向きに置いてあげて、そこ見てたらいいです、もうその辺落ちてきたらええ思ったらいいです、楽に上げてやっぱりこう平落としおるよね、うん、落としてきたらいいだけやからね、そうか、そう、自分で平落とするのよ、この物体がこうポンときたらいいだけやね、なるほど、それとあとはこの軽く持ってたらね、緩く持ってると、はい、これが程よくこの手首が柔らかく使えるわけですね、はい、これコックとは違うんですよ、うん、これは違うんですよね、うん、これは硬いでしょ、はい、硬いです、でもこれは緩くいってるとこれコックしてないねんけどコックのように上がるんですよね、こうコックしてるような状態になるんですね、あ、だから柔らかく持っとったら全部全自動で行われるということです、なるほど、そう、楽にそのまんま、ああ、そうそう、うん、いいです、いいです、ちょっと正面、横田さん、ちょっと正面から見せてください、いい感じ、うん、そろっと楽、うん、いいよ、いいですね、いいじゃないの、必死ででもこう奥田さんはこうもうやっぱもう自然とこうこんな感じでこうボールの前にこう顔が行く感じですよね。あ、そう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 。でスタンス狭いよね。そう、横田はね。もう広げられるだけ広げてみ。うん、左足もっと前や。そう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 。そのまま行ってみ。うまい、うまいかな。これうまいかな。うん。うまい。今の良かった。自動で落っこってくる。そうそう。そうか、自動で落っこってくるところに頭を持ってきゃいいんだ。そうや。もっと広げてみ足。そう自動で落ちてくるところに最高やん、最高やん、これあ雰囲気出てきました、これ最高ですわ、あのねこれだけ広げれるちょっと貸して、はい、これだけね、はい、これだけ広げたら、うんうん、もうこれだいぶ広いよね、はい、ちょっとこれね奥田さんのところに入らしてもらおう、入ってみる、はい、これクラブの角度とこれそこやんがアプローチそれでこのスタンスでしょ、はい、ということはこれね、うん、俺はここまで来れるんですよ、はあはあ、いけるこれやったらねこんだけしか行かれへん、いけないいけない、これはねここまで来れるんですよ、なるほど、
ということはですよ、はあ、これを楽にしといてここまで俺は来れるんや。音がめちゃくちゃいいですよ。これこんだけいけるんや俺は。はあ、開けば開くほどいけるんや。なるほど、そういうことですよね。そうなんよ、だから手を使わないでいける。ちょっと極端に言うとね、あのもう一回クラブ、はい、セットアップはどこに。セットアップ、これはだからハンドファーストでしょ、はい、だからこれ自分から見たら45度ぐらいハンドファーストです、はいはい、でフェースは45度右向いてますですね。足はクローズで思いっきり広いです、はい、だからまっすぐは何もないんです。はい、ないですね。ノンまっすぐです。ノンまっすぐ、はい、でこれをこのままで当たると思ってね、アマチュアの人がね、はい、これはね必ずね出てる手はね、はい、必ずへっこみます。なるほど、これ思いっきり開いててもこれは絶対に閉じてきよる。あー、すげえいい音。すげえいいな。絶対にクラブはこうやって動くからね、はい、だから自分で操作してないんですよ、うん、これだけばらかして構えれるかっていうのがものすごい大事ですね。はは、はい、ちょっとアドレスの、はい、角度をちょっと角度はもう自分の目線で、はい、こう見たらこのこっちこの角度になるよね。はい、これぐらいの角度ですね。そうですね、はい、このままね、はい、これですね。どうですか。これどっか悪いんかないう感じやね。そう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 、そのまま行け。ちょっと待ってください。そのままそろーっと上げて。ちょっとだけ僕の方が身長が低いからちょっと、ま、前行ってもいいですか。あかん、そのまま行け。もっと俺は長く持ってるからな。そうですね、そうですね、はい、もう固まったんちゃうんか。大丈夫。